メロンは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカドリベーロに属する。スペイン国立統計局によれば、2010年、の人口は1463人。住民故障は、メローネス、エサ。ガリシア語ア社の自治体人口に占める割合は98.45%メロンは、オーレンセ県の西部に位置し、コマルカドリベーロに属している。北は、アビオン。 カルバジェーダでアビアと、南はアカニーサ、クレセンテと、東はリバダビアと、そして西はコベーロの各自治体と接している。自治体中心地区はメロン教区のメロン地区。面積は5 3 2キロ平方メートルで、自治体内を BE ごとオーレンセをつなぐ A-52 号線が通っている。メロンの歴史は総委員長ジャールドに命じられ。 フレルボーから到着した死闘修道会の修道士たちによって創設されたメロン修道院に強く関係している。自治体内にある歴史的建築物は今は廃墟となってしまっているかつての修道院と死闘修道会によって16世紀末に建てられた金、スキオク協会と1856年に住民の強い信仰の結果建てられたコデサスの祠がある。自治体市長は ガリシア国民党のマヌエル・アルベルト・パルデジャス・アルバレス自治体表議員はガリシア国民党6ガリシア社会党2手が1となっているメロンは2つの教区に分けられている太字は自治体中心地区のある教区 a b ディースヤナージー・グラフコエレストロドでガリツヤボリューム 15P221 から222ジゲルプブラケーションス2009 ISBN 978から8461358250、パブロスヨネスデエチョデスで1900アスタ1991、シフレスオフィシャルズでロースセンソスリスペクティボース、シフレスオフィシャルズでパブレーシアンリザルトンツゲラ、レビチオンデルパドロンミューニセプル A1 でエネロ。ありがとうございます。